はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。やすでございます。白血病と生活の気晴らしいね、車の中から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が感じてしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、歯医者でございます。僕はね、白血病でね、骨髄移植をしてね、その副作用を抑えるために免疫抑制剤を飲んでるんですけども、そのね、免疫抑制剤の副作用でね、虫歯になってしまっているんです。で、これまでね、その度重なるその歯医者へのね、その通院ですけどもね、まだその免疫抑制剤を飲みまくっているのでね、まだまだ虫歯は続きそうな気がしてなりません。そしてね、今やってもらっているのはね、その右上奥歯なんですよ。で、その右上奥歯なんですけどもね、今日はその右上奥歯の虫歯治療のね、続きでございましてね、やっとね、去年の10月ぐらいからね、本腰を入れてもらえるようにね、なって、数えることをね、もう、今月で半年目に入りますね。もう一つの歯だけでですよ。半年もね、かかるっていうね、もう信じられへんぐらいね、病院に来てます、僕は。いまだにね、だから修復できずにね、今もなお続いている状況でございます。というのも実はですね、この右上奥歯の虫歯というのはですね、一番最初に異変を感じたのがですね、2019年のことでして、その頃からね、よく食材が詰まるようになってきてたんですよね。でそれでも別に痛くなかったので、先生にこの全ての歯をね、小さな、ね、棒のついた鏡あるじゃないですか、あれでバーッとチェックしてもらっていたはずなんですけどもね、最初はね、スルーされてたんです。ほんでスルーされてまして、他のね、箇所のね、優先しないといけないね、虫歯がすごいあったんですけども、そこから順を追ってね、治療が進められていってました。そしてある日ですね、とうとう激痛が発してしまいましてね、やっと見てもらったらですね、もうすごく虫歯がね、進行していてね、それなりにその虫歯をね、ガーッて削っていて、丈夫なね、詰め物をね、してもらってたんですけども、去年のね、2020年6月にね、その詰めたものがね、取れた1回目がね、やってきたんです。で、その時はね、この詰め物が取れただけなので、まだその詰め物をしてもらい直してね、終わったんですけども、その4ヶ月後のね、10月にですね、もう常温の水でうがいもできなくなるぐらいのね、激痛が走るようになりましてね、これはあかんと思って、ね、改めて見てもらったらですね、もう詰めてたものが削れて薄くなっていってですね、その蓋をね、詰め物を開けてみたら、もう中がね、もう奥深くね、虫歯でね、侵されていてですね、もう溶けて歯がもう深くね、穴が開いてる状態でした。でもそれでもね、その頃っていうのはまだ、順番的にね、他の歯の治療が進められていましたので、ある程度バーって削ってね、また蓋をされて放置されてしまいまして、で、その診察日の、翌週からやっと、このね、今やってる右奥歯の治療がね、再開されました。だから実質1年以上放置されてたことになるので、今思えばね、それは虫歯もね、進行しまくるわと思うばかりですよ。そしてここ数回の通院でね、集中的にね、やってもらってるんで、まずは進行している虫歯をバーって削っていって、そうなんですよ。さらにね、進行していたんですよ。だからそこをね、削ってもらって、その翌週にですね、神経を、途中までね、抜いてもらって、で、さらにその翌々週にですね、残ってる神経をまた途中まで抜いてもらって、そしてさらに翌々週にもですね、まだまだ残ってるその神経をやっと全部ね、抜いてもらってね、というね、実にね、5週か6週ぐらいにわたってね、神経を抜いてもらうというね、もう悲惨なね、経験をしましたよ。で、そしてね、今日から数えて前々回にですね、神経を抜いて、抜け殻になって、僕の歯のね、かぶせるための銀歯っていうのがあるんですけどもね、穴がね、基礎になるので、で、その土台を作るのに、開いてた穴にね、杭を打って、たないといけなくてですね、でそのために穴をきれいにまた削ってもらって、そのね、神経が取った穴ですよ。神経が取った穴をきれいにこうガーッと削ってもらってね、そして、前回にやっとね、その右上奥歯の虫歯治療を完全に終わらせるために、かぶせていくための銀歯を作るために、歯型を取ったんですよ。取ったんですけども、その時に取ったんですけども、その時にね、新しい虫歯が見つかりましてね。まあ今日はね、その新しい虫歯の治療が行われる予定でございます。まあ現実に言えばですね、何もね、新しくもなんともないんですよ。もともとね、その2019年の6月からね、そこは虫歯としてね、存在してたんですよね。ただ、それがね、右上奥歯のね、さらに奥の親知らずだったので、今まで治療をしてた歯とは、また別の歯になるんです。だからね、そこでまたね、その、右上奥歯はね、その治療をね、中断せなあかんくなったんですよ。でもね、そんなん言うてもね、右上奥歯途中やねんから、もう、先にその手前のね、右上奥歯の歯をね、完成させてから、もうその後ろにある親知らずに取り掛かったらええんちゃうのって思うじゃないですか。しかし、そうはいかんみたいなんですよ。手前の虫歯の治療をね、完成させてしまったらね、その次に、治療に取り掛かる、その親知らずのね、穴をね、治療できないっていう風な状態になってしまうんですって。それはね、なんて言うんでしょうね、親知らずのね、虫歯の位置がここだとするじゃないですか。そうしたら、その手前にある、右上奥歯が、ここにあるんですよね。だからね、こっちを完成してもらうと、ここが虫歯になってるのに、ここ削らなあかんのに、ここの虫歯が歯が完成したら、削れなくなるっていう状態になってしまうんですよね。だから相対してるところにあるんで、絶対にね、こっちの親知らずがね、治療できなくなってしまう状態なんですって。だからね、まあとりあえずこの状態でね、右上奥歯を置いておいて、その手前、奥のね、親知らずに取り掛かるんですけどもね、また、ちょっとしたね、親知らずの方もですね、神経をね、抜かなあかんことになるかもしれません。もうね、もうその手前にあるね、右上奥歯の神経を抜くというね、辛い思いをしたのにですね、さらにね、その、親知らずの神経を、またね、抜こう思うものならですね、もっと大変なことになるとね、予想されるんですよ。もうそんなもん、恐怖でしかないじゃないですか。まあ、きっとそうなることでしょうからね、今日もね、また麻酔から始まることになるんでしょうけどもね、まあ、削るにしてもね、何にせよね、とりあえずね、麻酔はね、されると思うんですよ。でもね、まあ、その先っていうのはね、どんな感じで治療がね、進められていくのかね、ほんまに何もわかりません。でもまあね、また今回からね、また先生がね、変わるんですよ。この件についてはですね、これまでずっとね、動画を見てくれてる皆さんならね、もうお分かりですよね。前々回までね、ピンチヒッターで担当してくれてたね、麻酔の恐怖から僕をね、救ってくれたね、非常勤の先生にね、また変わるんです。なので、またね、心から身を任せれそうです。ほんで、ね、この先生がね、やってくれるときはですね、ほんまにもう何も言わずにね、口の中に入れるタイプの口かせをね、こう噛ませてくれてね、自分でこう、口が開かなくても、あーって大きく口開けなくてもね、もう開いた状態にしてくれるようにね、してくれるのでね、すごいね、楽なんです。伝わりました?ね、ずっと口が開けれる状態になる口かせを、かましてくれるわけなんですよ。だからね、今回もね、それをやってもらえるならね、もうすごくね、助かるんですけどもね。まあ、という感じでね、そろそろ時間なのでね、行ってまいります。ね、麻酔嫌やな。でもな、大変なあかんしな。でもまあ、先生痛くないからな。よし、頑張ります。まあね、そんな感じでね、この親知らずがどうなったかというのはですね、またね、明日ね、報告させていただきます。そんな感じで、今日は以上です。今日も最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。